9曲を毎月毎月リリースするっていうのは思った以上にハードだったけど、まあ、今思うとすごく思い出深い印象があるな。どの曲も情熱の果実かな。半泣きでアドリブでギターソロ何十テイクも撮ったのはすごく懐かしい。ちょっと折れそうだった。そうだから、その情熱でもう半泣きで何テイクも撮り直したきっかけになったのは、ブーちゃんがめちゃくちゃもう俺の前にすごいいい仕事をしてくれてて、あ、これは俺はここでちょっとアドリブ苦手だからみたいな感じで、逃げてられねえな、よし絶対諦めないみたいなマインドになったんですよ。まあブーちゃんもそうだし、メンバーもだし、チームアルバトロスのみんなのおかげでたくさん成長ができた。一人じゃないってすごいいいなって思いました。機材トラブルでいつもと違う手法を取って録音しました。トラブルが起こったことでリアンプっていう新しい手法を取ったんですけど、それが思いのほか良かったから、結果すごく良い仕上がりになった。ナインチャンツのラストソング、光の影、ぜひ聴いてください。口でもこの手を握って